こんにちは、部長です、今回は、フットアグリケットカードのゼロを、もう一度、ご紹介というかね、お見せしていこうかなと思います。あれからどれぐらい大きくなったのかとか、成長度合いとかですね、見ていただこうかなと思います。はい、こんな感じですね。こんな感じに成長しております。まあね、来た当初より少し一回りぐらい大きくなった感じになりますね。で、まあゼロ、まあ購入するときに成長がね、やっぱりちょっと遅いとかいう話を聞いてどうなるかなと思ってたんですけれども、しっかりとね、今すくすくと成長してくれてます。で、まあ個人的にはあのハイポ、まあ、ハイポゼロですね、正しくはこちらの答えはハイポゼロになります。ハイポゼロで、このハイポゼロ、まあ、女の子だったらいいなってことで購入して、今見る限りだと多分女の子じゃないかな、どうかなっていうような感じになります。オスっぽいような気もするし、なんともちょっと言えないところなんですけれども、まあ、オスならオスで、次ヘテロゼロとかヘテロハイポゼロのメスをお迎えするだけなのでいいかなと思ってます。逆に、まあ、メスならメスでレッドのコートかけて、赤も選べてヘテロゼロもついてっていうようなちょっとお得感なモルフォっていうかね、遺伝の個体をリリースできるように頑張りたいなと思います。まあ、もちろん餌の方はね、リビア、紹介させてもらった、リビア食べてたりとか、ただ豆苗あげたりしてます。まあ、真夜中シリーズの方で豆苗の動画あげたと思うんですけど、まあ、もしもし見てた美味しそうに食べてくれてます。で、まあ、まあハイポゼロに関してはしっかりと、体調見極めてあげて飼育していくのがいいんじゃないかなと思います。双子に関して飼育しやすいかどうかでいうと、僕初めて双子デビューしたんですけれども、まあしっかりと、まずケージ消化させてもらったモーターケージとかちゃんとしたケージと、まあ室内の温度、それに合わせてのまあ保温器具ですよね、この3つしっかりと揃えてもらったら比較的飼いやすいと思います。ただあくまで飼いやすいというのは僕の今の飼育環境の中で比較的飼育がしやすい環境が整ってたのでそう思うだけであって、僕一般のね、他の方、例えば夏のクーラーはずっと24時間つけられないとか、冬場部屋の温度、温室を一定に保てることができないとかいう方は、ちょっと保温器具とかいろいろ一回生態購入前に温度とか試してもらってから、飼育開始する方がいいんじゃないかなと思います。爬虫類なのでそのやっぱり犬猫と違い状態を見極めるっていうのがすごい大事なことになってきます。一匹一匹、性格も違いますし、やっぱりこう状態を見てその子その子に合わせた飼育スタイルっていうのをしっかりと作ってあげないと、やっぱりね、病気になった時に見てもらえる病院さんっていうのも少ないので、極力体調を崩さない飼育の仕方を心上げる方がいいんじゃないかなと思って僕は飼育しております。まあ、結構もうね、人気なトカゲなので飼育方法とか調べたらたくさん出てくると思いますけど、ね、気になることあったりしたら全然 DM とかあのコメント欄で聞いてもらっても構わないです。で、まあ、本とネットが情報が全てとは思わないようにするように、これはもう青舌の回でも言いましたけど、絶対に本が正しいとか、ネットが正しいっていうかな、ないと思います。まあ、知識の土台としてなら飼育本とかで得ることはできます。そこにプラスアルファ必ず出てきます。爬虫類飼育の中で必要なことが、ただそれはその子その子に合わせてあげるっていうことなので、飼育を始めてやっと学べるところになると思いますので、無理して飼育かっこいいからとかじゃなくて、本当に飼育しきれるのかっていうのを考えて、飼育デビューをねしてもらったらいいんじゃないかなと思います。ただやっぱり何年も付き合いが長くなっていく生き物にはなりますので、しっかりと、まあ、土台として知識を本なり熱なりつけてもらおうがいいと思います。その後の飼育をお迎えした後はもうその子その子との、まあ、環境も含めその子
の状態を見極めて飼育していくことがめちゃくちゃ必要になってきますので、これに関しては飼育者のスキルをつけるようにしてもらったらいいんじゃないかなと思います。これに関してはもう年齢とか関係ないと思います。飼育のスキルに関してはもう飼育している方が得れるものになりますので、どんどんね、飼育を考えられている方はいろんな知識をつけて万全な状態でお迎えして、そこからまたその個体と一緒に、まあ、学ぶとかいうかね、爬虫類が生きている間は、ずっと勉強だと僕は思ってます。この双子飼育が確立されているといえども、やっぱり付き合っていく以上はずっと勉強と思いますので、ぜひね、そういう気持ちで、爬虫類の飼育とかしてみてもらったらいいんじゃないかなと思います。何度も言うんですけど、爬虫類飼育っていうのは観察、これが一番大事だと思います。よく見る、これです。これに限ります。爬虫類飼育はもう第一に観察です。ではご視聴ありがとうございました。